鉄道チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ハッチーこと、ハッチーあすみです。毎回この入り方、すごい緊張してます。これまでの動画ではですね、いろいろこう好き放題の動画を作っていたんですけれども、せっかくなら何かやるんだったらシリーズものに挑戦してみようかなと思いまして、鉄道旅行入門という形でいろいろご紹介するのをお届けしたいと思います。で、私はですね、普段は趣味として鉄道旅行に出かけたりとか、あとはですね、取材とかでもやっぱり鉄道関係、あと旅関係に行ってそれを執筆するっていうのをやってまして、ちょうど去年の夏にはこれですね、はい、女性のための鉄道旅行入門というですね、鉄道旅行部の入門書で、女性のためのとついているんですけれども、別に女性男性関係なく、ちょっと荷物のところで下着の話が出てくるところが、女性向けっちゃ女性向けなんですけど、こういう本を出したりとか、あと今年に入ってからはですね、春にこれですね、もっとお得に切符を買うアドバイス50っていうのを刊行してます。あとこういう本以外にもですね、今だとそうですね、カルチャーセンターとかで鉄道旅行入門の講座っていうのをやらせてもらったりとか、そういう機会も結構あります。まず今回はですね、その最初の方、旅行の計画を立てるっていうところの中でも、そもそもなんで旅行の計画立てなきゃいけないのかっていう話をですね、したいと思います。鉄道が好きな人っていうのの中にはですね、旅行をするよりも計画を立てている段階が一番楽しいっていう人もいます。実際自分もですね、そういう計画を立てているとですね、白熱して気づくとめっちゃ夜中になってたとか、そういうことってよくあります。工程を組み立てで、それを見て満足と、そういうですね、机の上と書いて机上旅行というのもあって、これをもう趣味にしちゃうっていう人もいらっしゃいますね。で、ただこういうのって、その鉄道旅行とか、鉄道とかの、初心者にはちょっと難しいよと、工程作りっていうこと自体に結構ハードルを感じる人もいらっしゃるかなと思ってまして、そもそも何から手をつけたらいいか分かんないっていう人も多いと思います。結構難易度高いのかなって、私もいろんな人のお話を聞いて感じているところではあります。ただですね、鉄道旅行行くときに行き当たりばったりとか、もう計画めんどくさいから立てるのやめて行こうみたいなことをするのはですね、良くない。例えばですよ、列車に乗っていてこうフラフラーとちょっと外を見てて、あ、この街すごい気に入ったとか思って降りようとかして降りちゃうと、そうするとですね、例えば次の列車がですね、数時間後までないとか、あとは周辺に飲食店もない、無人駅だからお手洗いもないみたいなこともありえます。あとですね、結構重要なことなんですけども、食べ物皆さん結構大事でして、ちょっと前の特急列車とかだと車内販売っていうのが充実していて、手ぶらで乗っても車内販売の方から駅弁買ったり、お酒買ったりおやつ買ったりっていうことをすごい自由にできたんですけども、最近は結構もう車内販売も減る一方ですし、そもそも普通列車ですね、いわゆる鈍行列車の場合は車内販売っていうのがないので、そういう入手手段っていうのもありません。だからですね、もうあらかじめ列車の時間を調べると、その時に、計画立てる時に一緒にこの辺でご飯食べようとか、あと車内でもし駅弁を食べようとかするんだったら、やっぱあらかじめですね、ある程度ここで食べるとか、ここでこの売店このお店で買うとか、そういうのっていうのは決めておいた方が、鉄道旅を楽しいものにする上ではですね、避けて通れないというか、絶対やっておいた方がいいかなと思います。で、今の話、例えばですよ、その工程がないと路頭に迷うとか、ちょっと食事ができなくて切ないっていう話もあるんですけれども、もっと重要な理由っていうのがですね、ございまして、鉄道旅行をする上で必要なものって、別に車じゃないので免許とかいらないんですけれども、切符がですね、絶対に必要になってくるんですよね。皆さん最近切符に触れる機会少なくなってないですか？例えば最近スイカとかパスモとか、そういう IC カードですよね。例えば具体的な話をしますね。東京から静岡まで東海道本線の鈍行列車で旅しようとします。東京を出た後、その途中の静岡の熱海ですね、静岡県の入り口部分に東京からだと入りますなりますけど、そこまで東京熱海っていうのは JR 東日本のエリア、
一方でですね、その熱海から目的地の静岡までっていうのは JR 東海のエリアになってきて、2つのですね会社線をまたぐことになります。東京駅でスイカで入りましたと。でそのままずっと旅を続けていって静岡に着いたから、その入ってきたスイカで出ようとすると、これ絶対ですねエラーが出てくると。で改札の外にですね、そのスイカで出ることができなくてですね、結局窓口に行ってすいませんみたいな感じで対応してもらうことになります。でこんな具合の、IC カード事情なので、基本的にもっとこうダイナミックに普通の鉄道旅行に出かけようってするときは、もう IC カードっていうのは使えないんだなって思ってもらった方がいいかなと思います。で IC カードが使えないってなると、普段その近距離の移動とかで使ってる IC カード手放すってことは、代わりにその切符、紙の切符ですね、最近 IC に載せられる切符とかいろいろあるんですけど、それはちょっと置いといて、いわゆる普通の切符を買うっていう必要が出てきます。今の話ですと東京静岡って話だと、もう東京から静岡までくださいみたいな。ってことはですね、行程が決まってないと、旅行計画が決まってないと、どこ駅からどこ駅までくださいみたいにですね、切符を買うことができません。なのでやっぱり旅行計画必要だと。で私はいつもですね、こう計画立てた後に、その後にやっぱ切符どうしようかなって考えるんですけど、そういう時にはやっぱお得な切符ないかなって探したりしてます。でもですよ、結局やっぱそのお得な切符にするか、普通に乗車券東京から静岡まで買うかにするかっていうのを考える上でも、やっぱり最初にですね旅行計画こういう風に巡ろうっていうのが決まってないと、実際お得になるかっていうのも分かんないので、やっぱですね旅行計画立てなきゃいけないなって感じですよね。次回はですね、旅行計画の立て方の入門みたいな感じにしようと思っていて、最寄りの駅から行きたいところまでっていうので簡単に出せる、そのスマホのアプリとか、そういったのを使ったやり方っていうのをご紹介していこうと思います。とりあえず今日はですね、旅行計画立てなあかんのやなっていうですね、心づもりだけしていただければ嬉しいです。はい、早口になってしまいましたが、一応シリーズの最初ということで、こういう簡単なところから始めてみました。じゃあまた来週も新しい動画投稿しますので、よろしくお願いします。さようなら。